基本は本当細かく上下の、そうですね、あとはまあもうちょいこう強めの誘いだったり、うん、リアクション気味の館の場合はどっちかというとリアクションが多いのかな。そうでもね、やっぱり食わせ、あの群れいればもうあのその時次第なんですけど、でもスローな誘いが効く時もあるし、うん、まあ、ふわふわって感じですね。仕掛けとのコンビネーションもあるとは思うんだけど、うん、やっぱりこう枝数の落ちる瞬間とかやっぱりそこら辺はやっぱ気になる。あとあのまあ誘っての止めた時の間ですね、うん、まあこの間っていうのがね意外と個人の持っている、そうですね、結構そう誘いガンガンかける人もいるし、そうそうそう、僕は結構待つときは待ちますね、うん、このイメージ的にはやっぱこう地出しというか、うん、降りるじゃないですか、うん、ハリスがでそこでこう止まってて若杉がどうしようかなみたいな感じで、うん、で、まあ、間をちょっと長めに地出しなんですね。動いてはなくても止まってるのを見てちょっとこうしっかり見せてあげて、で、うん、その次の誘いとかでパクッと食わせるようかなという、その辺はバスフィッシングやってるからそのイメージ結構大きいかもね。そうですね、はい、うん、はい、魚がまた入ってきましたね。入ってきました。ビシッというよりはこうスッと持ち上げて、はい、合わせる、はい、なるほど。餌交換だ、餌交換。刺しは太い方と小さい方あまり気にしないでつけちゃうのかな。まあ頭とお尻にかけて、うん、一匹を一匹をもう二個掛けしちゃうから、まあとりあえずは気にせず、大きさだけなのかな、うん、気にせず。そうですね、とりあえずこっちは半分に切っとか、うん、半分に切って。皆さんね、この誘い方ですよ、このソフトな誘いなんですけど、大会もずっとこういう風な誘いを隣でやってるんですよね。だからどうしてもやっぱカリカリしてしまうとやっぱ動きに出ちゃったりとかするんですが、優作君はもうソフトな誘いでとにかく大事に釣っていくっていうイメージ。やっぱ誘いで魚ほんと寄りますからね、うん、寄った魚を大事に釣ってって、うん、でどんどん周りの魚を寄せて呼んで次から次行って繰り返して、うん、落ちたらまたすぐ食ってもらいたいみたいな、そんな感じで、うん、だから自分の周りだけあの活性、うん、上げてどんどん上げていくって感じで。こっちの仕掛けの方はだいぶ口使い始めてきてるね、うん、ですね、言われてるともう上げて空振ってまた落としてまたすぐ食ってくるような今状況になってます。おダブルですね。お魚も入ってて、やっぱり館って言っても静かにしないとやっぱりやってこないよね、うんうん、そうっすね、うん、あ、脱ぎだわ、一匹逃げていっちゃった。